川崎さんが本当に出だしからアグレッシブなあのディフェンスで入ってきて、まあ、それにちょっと受けてしまったというか、そういう出だしだったんですけど、まあ、しっかりあの我慢できて、本当にチーム全員があの我慢しながら方向性を見失わずに進めた結果だったと思います。あの出てるメンバーもそうですし、サブのメンバーもそうですし、なかなかプレータイムないドリューもあのベンチですごいこういろいろやってくれてますし、まあ、なんといっても本当にファンの皆さん の声援と、まあ、あの全国のファンの皆さんの応援のおかげで今日は勝てたかなと思います。はい。